皆さんこんにちは。日本 3G 社動物アート協会共同代表の田中と申します。今日はメルヘン社動物の飯高先生と主に一つずつご説明をさせていただきます。東協会は3つの目的で設立されました。皆さんの社動物の普及、そして技術の向上、クリエイター間の交流を目的に2001年に創立され、今年で20年になります。国内外の展示会開催など90名の教室を持つ先生、講師の方、その教室の生徒さんたちで構成されています。今回はその中から29名の有志の方たちで参加させていただいております。その教室の特徴を生かしたシャドーボックスをご覧になっていただけたらと思います。よろしくお願いします。こんにちは、メルヘンシャドーボックスの飯高と申します。半分ほど私が担当しご説明させていただきます。こちらは藤原芳美先生、ウィステリアフィールドを主催されている先生の作品です。島根の大根島にある地仙海有式日本庭園有志園というお庭をご自分で写真を撮影したものを立体にされています。出雲の風景を模した出雲の国の箱庭の中から竜慶滝っていう部分だそうです。大変緻密で素晴らしい、葉っぱの重なりが本当に密度が高く素晴らしい作品です。ロジカルシャドーボックスの川村と申します。よろしくお願いいたします。今回たくさんの力作の中でアーティスト賞を排除することができました。本当にありがとうございます。賞をいただくのは初めてなので感動しております。今回はこの作品についてちょっとご説明させていただきます。こちらは黒と赤の額なんですけれども、この額はもともとある額屋さんの職人さんの手作りハンドメイド額として販売されているものでした。これを最初に見たとき、この中にはクリムトという方の絵が描いてあったんですけれども、最初にこの額を見たときにもう私が衝撃を受けまして、ぜひこれをシャドーボックス、私の作品のに入る額として使用したいと思いました。それからこの額に合う絵柄を探すのが本当に一苦労だったんです。実は海外からプリントを輸入していたのがルートがなくなりまして、本当に手に入ることが困難になりました。そんな中で私の生徒さんのお兄さんがアメリカに駐在でいらしていたおかげで、この額をこのプリントを入手することができました。このプリントはイギリスの今在住している女性の方が描かれた絵です。なんとも不思議な雰囲気で私は大好きなんですけれども、本当にこの額とプリントがマッチして、それが多分賞をいただける原因になったのではないかと思っています。本当にありがとうございました。隅田つた子さんの作品です。この作品は4年前にこの美術館で展示されたミサ展のスラブ女児史構想中に描かれた作品です。百合の花や小さな草花が非常に丁寧に一本一本作られています。左上の方にはオーガンジーの布をあしらって非常に幻想的な雰囲気を醸し出されています。また女の子の衣装のところは刺繍糸で刺繍をされたそうです。こちらはリボンギャラリー主催の沼田雅代先生の作品です。お母様がフラワーアレンジメントの先生で、お花が最初なんだかわからなかったそうなんですが、クリスマスローズだということが分かり、それからまた、クリスマスローズの形などをよく調べて作成されたそうです。非常に大きな、作品なので逆にアラが目立ちますけれども、先生は素晴らしい風に作られています。花芯のところのふんわりとした、感じを出すのに苦心されたそうです。こちらは渡辺真由美さんの作品です。城山
羊さんのビリー君が手紙を食べてしまうという歌のメロディーが出てくるような可愛い作品です。ビリー君の毛並みの再現が大変緻密で素晴らしく、あと後ろ側の絵を消す作業などをして非常に絵が引き立つような作品になっています。斉藤康子さんの作品です。1メートルほどある大作です。白い百合の品のある立体感が素晴らしく表現されています。背景の部分は濃い色なんですが、そちらの方もお花を引き立てるように画像処理をされています。ミセス矢吹ワーククラスの矢吹明恵先生の作品です。和紙なのですべて裏打ちをして10枚使用されたそうです。南蛮線のマストなどが非常に美しくたわまないように作られています。青い海の色と波頭の白いコントラストが美しい作品です。3ヶ月ほど用紙緻密に作られた作品です。山梨から参加された堀川幸子先生の作品です。ローゼンスチール社の、プリントですが、床の間にも飾れるように掛け軸風の額装を施し、2作品を並べて展示しています。非常に細かく美しく作られています。蓮池清子さんの作品はゴルフ好きな、彼女の楽しい作品で、お殿様の袖口のところですとか、お姫様の十二人絵の部分は刺繍糸をあしらいながら非常に、自然な感じに仕上げた作品です。華やかさと重厚さがある作品で、後ろの緑の部分は本当にゴルフの素材を使ったそうです。兵庫から参加された黒田久恵先生の作品です。ピンク色の部分は、シルクで作られたそうです。フレンチ額装の手法を取り入れながらマーブル紙の美しい文様が効いています。 3D ピクチャーカリフォルニア会を主催する海子悦子先生の作品です。当時2歳9ヶ月だった孫娘ちゃんの可愛い姿を撮影し立体にされています。モンアトリエ、私のアトリエ主催されます阿比古香織先生の作品です。ラッピングペーパーを利用してヴィンテージな香水の種類をたくさん作られています。マーブル紙を使ったマット装飾が非常にユニークで美しいです。大阪から出展されている浦口よしみさんの作品です。アクリルの額を利用して透明感のある作品に仕上げています。ロココやルドゥーテのバラがお好きな方ですので、そちらを題材にされています。アクリル額は横からも見えますので、持ち上げる際にビーズを使って工夫されています。こちらは西山直子のエルテの作品です。3つともエルテの作品なんですが、エルテの特徴のある幻想的なものではなくて、ちょっと可愛い感じのエルテを選びました。こちらの作品のネットのところがとても細かいんですけれども、頑張って仕立てました。こちらは、飯高と、豊川さんの作品で、春夏秋冬のスクラップブッキングの絵柄を見つけましたので、それをぜひ作品にしたいと思って作っています。アクリルの額で透明感のある、額装をしています。シルクスクリーンをこの辺とこの辺と真ん中に施しまして、他の方があまりやらないような工夫をしています。こちらは泉久美子さんの作品で、昨年は 前回はエルテの作品の3連にしたものを展示しましたが、今回はヴィンテージ婦人ドレスファッション画です。それぞれビーズ、レース、そういうものを使いまして、きれいにアレンジしております。細かいところ、
飛騨とか見ていただくと楽しめると思います。こちらは福岡からの参加で大神実さんの作品です。ブリューゲルのバベルの塔、映り込みの部分の絵をデジタルとアナログで全て消して空間表現にこだわったそうです。窓のカットだけでも1400以上あるそうです。近くで見ると素晴らしい作品です。こちらの作品は大阪の夢の小箱ドリームボックス、瀬戸恵美子先生の作品です。狐狩りとは赤狐を追跡するイギリス中部で盛んだったスポーツハンティングです。猟犬が狐を押さえているバンカー周りの表現に苦心されたそうです。当時の伝統だったスポーツ風景をこの作品で思い浮かべていただけたら嬉しいとおっしゃってます。この作品はハート3田中優子、私の作品です。この度この展示会で文部科学大臣賞をいただきました。ただただ驚いております。でこの作品に関しては今回年齢的にも大きな作品に挑むのは最後かなと思いまして、1年かけて頑張って作りました。この絵の中でなぜこれを選んだかと言いますと、建物内部の遠近の面白さ、それと60余りの絵画の数々です。この絵は絵の中でこちらのブルーの着ているパニーニさんという方が絵の中に登場していまして、その絵の中でローマの名称を風景画を描いています。そしてこの絵を、注文したというか依頼した方がその真ん中にいる伯爵です。この時代を想像しながら楽しく最後まで制作しました。ありがとうございました。アトリエフィオーレの福島玲子でございます。今回のこの絵を最初に見たときは何度か訪れたことのあるベネチアの魅力的な部分がたくさん凝縮されていると感じてこの絵を選びました。この水面に光る運河のきらめきとか、それから青い空、ひび割れが入った古いパラッツォ建物、そしてどこまでも続くような迷路のような小道、そういうものを自分の知っているそういう風景を何かイメージできるようなふうに表現したいと思って試行錯誤しました。で奥行きを出すために通常よりは多少深く16センチの奥行きになっています。それでこの奥をずっと行くと向こうに小道がビルとビルの建物と建物の間に小道が続いているような感じにしています。それからこのきらめく水面を表現するために深いグリーンの深い色のところは一番最初に厚めにキラキラと光る感じのニスをたくさん塗りまして、その上に薄い波を、あまり光らせないで軽く乗せました。それから、この街並みが一角であってもっとどん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 奥にいろんな細かい街並みが広がっていることをイメージするためにこの絵を、ホワイトをかけて少し薄くしてキャンバス地に印刷してマットとして使いました。このようなところから皆様がベネチアのイメージを魅力的に感じていただけたら嬉しいと思います。ありがとうございました。こちらの作品は中道真理さんの作品です。原画はモダンとクラシックが融合した作風でベニスの風景と思われます。アクリルの中は絵に合わせた爽やかなブルーの山形の額装にし、作品が浮いて見えるように見せアクリルに入れることにより開放感を表現したそうです。こちらの作品は小倉弘子さんの作品です。イギリスのコッツウォルズの風景画で人気のプリントです。手前の花を増やしたアレンジにして川で戯れる少女たちを可憐に表現しました。
シャドーボックスハート3プリスの大野と申します。こちらは阿部秀美さんの作品で、今回が初出展になります。で、ブドウ畑の連なりを描いた作品なんですが、遠近感を強調するために遠くのブドウ畑はこうあっさりぼんやり作って、中間のブドウ畑はちょっと葉っぱの形が分かるか分からないかぐらいの作り方をして、手前は丁寧に葉っぱを細かく作り込むというやり方で遠近感を表現しました。こちらは私の作品なんですが、工夫した点といえば、例えばこの手前に伸びてくる階段とその隣のカフェの建物の関係性ですね。階段の奥は建物よりも奥だし、手前はこのカフェの建物よりも出ているという、この関係性を出すこの部品の高さの位置関係とか、この建物の店内の奥行き感とか、道を下った先にある青い海とこの広場との遠近感ですとか、そういったものをお互い引き立て合うように、それぞれの部品の高さとか位置とか角度とかっていったものを計算しながら組み立てていきました。これはイタリアのポジターノという有名な高級リゾート地を描いた絵なんですけれども、絵の前に立った時にせめてもの旅気分を味わっていただけたらと思っております。こちらは、国本香織さんの作品で、この方も今回が初出展になります。で、やはりちょうどコロナの自粛期間でしたから、細かいパーツを全部すべて家でカットしておいていただいて、教室が始まってから組み立てるというやり方で、今回会期ギリギリに頑張って仕上げた作品なんですが、このお花ですとか芝生も日向と日陰で色が違うものを全部こう箱を分けてカットしていただきまして、それを組み立てるという作業をしたのですが、家でずっとカットしてたので、もう家族にも作品の完成をすごく楽しみに待っていたそうです。こちらは高橋美智子さんの作品です。で、この方も今回初出展になります。これはパリの古い街並みを描いた作品ですので、その街の古びた感じを表現するために、壁の凸凹感ですね、切り込みを入れて表から押したり裏から押したりしながら、壁の凸凹感を出すのに一番時間をかけて丁寧に作られた作品で、ゆとり色のような味わいのある作品に仕上がったかと思います。こちらの作品は藤田芳恵さんの作品です。鳥野勝先生の人気のカードであるフェイクアートシリーズの中から6種類を選び 3D ピクチャーにしました。とても面白い作品に仕上がっています。こちらの作品は韓国からの出展で、張孫京先生の作品です。張先生は私たちの長年のメンバーであり、2年に一度日本で美術工芸を中心とした日韓合同展示会を開催されている韓国側主催者側のお一人でもあります。私たちも金沢そして福岡など合同展には有志で参加しています。この額装は見てもお分かりになるように螺鈿で装飾されています。とても素晴らしい作品です。